モンゴル帝国の初代派案である、チンギスカンの家臣。チンギスカンの左翼諸軍に属す24の、所詮個体を統括するマンコの長であった。玄長筆に乗る1206年のチンギスカン即維持の、更新表では、モンリクエチゲ、ボールチュに次ぐ、第3位に数えられる。玄長筆、元師などの看護表記では、キカをはじめ、キアイはじハナザ里、 はかりごとごおり、まなど。修氏のペルシア語表記などでは、ムカリ国王の御社である、マカリクヤンクなどと書かれる。現朝筆士、修氏によれば、チンギスカンによって、右翼諸軍を統括する、ボールチュと並び、カラウンチドンと呼ばれる地域を滑る、左翼万古町に任じられたという。ボールチュと並ぶモンゴル帝国創業の大君臣の、一人であり、死後に、ナル王。 ロ国王に封じられる。ジャライル部族の主張家であるジャート・ジャライル氏族の出身。ジャート・ジャライル氏族長テレゲトゥバヤンのこのグーンゴアの子。兄弟に、タイスン、部下などがいたことが知られている。ジャート・ジャライル氏族、中でも彼を外するムカリ国王家は、大元をるす時代を含め、モンゴル帝国東部で、最も影響力の強かったモンゴル諸公家の、一つであった。 現朝筆詞、修詞などによれば、後のチンギスカンことテムジンが、一族のジュルキン氏の主張、サチャベキ、大イチュ兄弟を攻め滅ぼしたとき、ジュルキン氏に仕えていたしていたジャート・ジャライル部族も、テムジン一門に降伏した。ジャート・ジャライル部族の主張であったテレゲトゥ・バヤンの、息子たちのうち、グアン、ゴア、チラウン・カイチ、ジェブケの兄弟はテムジンに基準し、このとき、 グワンゴアは、このムカリ、ブカを、同じくチラウンカ海地も、トンゲ、カシをそれぞれテムジンに目通りさせて差し出し、ムカリと、ブカは、テムジンの自衛集団であるケシクに加えられ養育を受けた。1196年頃から、チンギスカンに従って、モンゴル統一の過程で、数々の武功を挙げた。このため、1206年に、チンギスカンが即位すると、 万人町に任じられた。金討伐でも、チンギスカンに従って従軍し、両党、両政平定で功績を挙げた。1217年、チンギスカンより、国王の称号とゴビ砂漠以難の領土を与えられ、モンゴル族、キッタン族、投降した、女神族からなる大軍を委任され、東方攻略を一手に、引き受けた。向かりは、フミヤマサワヤ・ゲンミノル、 柔らかん人軍閥を降伏させて、味方に取り込むことで、金闘抜戦を有利なものとし、さらに、高麗王朝の服属にも成功した。しかし晩年は、老齢のためか次第に、衰えが見え始め、また金の抵抗も激しかったこともあって1223年の、金の首都の開封戦では敗退し、失意のままに、同年のうちに、賛成南部で死去した。十四歳。 子孫は、チンギスカンの孫のクビライの創設した元王朝の世襲貴族として使え、ムカリのこのボールの三男のバートルは、クビライの義兄邸として王朝創設に貢献した。原始巻119に、騎下はじむ伝が設けられている。ムカリの兄弟については、数人いたことが知られており、上述の部下の他に対寸などが、終始、原始などから確認できる。 ムカリ自身の子息については、ボールという人物がいた。終始でも、b ーージェイチルクヤンク、ムカリクーヤンクの息子と呼ばれている通り、1223年に、ムカリが没すると、このボールが、ムカリ国王家の第二大投手となった。1217年に、チンギスカンは、緊張量の過半を制圧し、首都の中途を獲得したが、ムカリが、国王号を得たとき、 ムカリのジャライル国王家は、五島家と称されるマングと、ウルート、ジャライル、コンギラと、イキレスの諸部族諸王家の主犯として、キカの内キッタンジョジキカンジンなどのモンゴル帝国に基準した、根性諸軍を率いてこの旧金朝領の経営を任された。これらの根性軍が、下北一帯の陳犬軍の端末地として編成された。ところが、 ムカリが金朝を完全に制圧する前に没し、ボールが、ムカリ国王家と旧金長寮の経営も引き継いだが、このボールも1228年に32歳で、金朝を打ち滅ぼす前に亡くなった。原始、騎下はじむ伝によると、ボールには7人の息子がいたことが記録に残っており、長男の多ュ以下、スグンチャク、バートル、バイナル、エムゲン、エブゲン、アルキシラであった。 他種は、トゥルク語で、石を意味し、モンゴル語で、同じ意味の、チラウンという別名を持っていた。昔国王家による、緊張量の経営が順調に進んでいないことを、鑑みて、皇帝オゴデーは1234年に金屋への、申請に乗り出し、これを滅ぼした。他種も、この遠征に参加しているが、オゴデーの申請軍における一部将に過ぎない立場に、 冷落し、近朝滅亡後、郊外北の地域は、左右が昇化や、諸公館で分法を受け、おのおのの地域は、だるがちの派遣を受けて、分割管理されることとなった。このため、近朝の征服に前後して、皇帝、おごで直下の中所省による、河北経営権拡大や、昇化による所領の分割などの狭間で、 チンギスン治制以来の下北経営の方針が大きく転換し、ムカリ国王家による下北経営権はほぼ全面的に失うことになった。1239年に他種が亡くなった。他種にはシドルクという息子がいたが、まだ幼かったために、オゴデの遺行によって分家させられることになり、国王家の家徳は他種の弟のスグンチャクが第三大国王として、 つぐこととなった。このすぐんちの継承を契機に、オゴデーは、ムカリ国王家の幕英地を頂上以北の、上戸周辺から、北東の上京海寧府フへ転覆させてしまった。以降、秋代までこの地域が、ムカリ国王家の本拠地となった。このように、国王の称号は、ムカリ以降も、ムカリ国王家としてその当主を通じて子孫に受け継がれ、ムカリの死後は、 長男ボール、その子の多種、次男、スグンチャクに移った。モンゴル帝国の第四代皇帝門家は、スグンチャクの息子たちのクルムシナヤンセンウサルバンの四人のうち、長男のクルムシが入弱であったので次男のナヤンに継がせるつもりであったが、ナヤンが兄を差し置いて、国王位を継ぐのを強く辞退したため、クルムシが第五代国王として、国王位を継承した。 スグンチャクが国王位にあった時代から、国王家の人々はおおよそ、トルイ家の王族たちに仕えたようで、ムカリの息子ボールのサンナンバートルは、ムカリ国王家の重鎮としておいである当主クルムシを、補佐し、モン家の知性には政権を支える縮小として活躍し、モン家の南宋遠征では、クビライの旗元に加わった。1260年のクビライ即位の折、 皇后茶部位の実刑である、コンギラト部族、アルチノヤン家の当主、ナチンと並ぶ、クビライの即位に尽力した最有力の、モンゴル諸侯であった。バートル自身は、クビライの皇后であった、コンギラト部族、アルチノヤン家の子女茶部位の姉と結婚しており、茶部位の家系を通じて、クビライの義系にあたる人物であった。後に、ナル王に封じられている。このバートルには、 アントンという息子がおり、1277年、カイドゥ討伐のため、中諸将上将として、クビライのミコノムガンともに、中央アジアに派遣され、シリギラと戦った。クルムシの次の国王位は、アントンの弟のアドウが継いだ。モンゴル帝国の拡大と共に、ムカリも、建国の後進として、数形の対象となり、ムカリ国王家の国王世襲は、 チンギスカンより認められた特権とする認識が帝国内に定着して、その一族もモンゴル貴族社会では尊敬の対象とされた。国王の任命権そのものは大ンが有していたものの、その選出は国王家の内部の問題とされ、大ンが勝手に次の国王を定めたり、国王を廃することはできないとされた。現主義家はじむ伝によると、ムカリが誕生するときに、 長から白木が出現したと言い,い、カンナギがこれを見て、これは、常ならざる子だと述べたと伝えている。これは大岩長後期に、生ける天赦が編纂した、国朝、名神事略の向かりの伝記である、大白国ただ武王の段にも、同一の話が記載されており、14世紀前半には、り国王の神話化が、すでに定着していたようである。また、モンゴル帝国、 団長において、宿営部隊である下宿を率いる宿営長の職は、国家の完成の枠外に置かれ、四春の末裔から選ばれることになっていたが、そのうち、第三下宿の宿営長は、向かり王家の出身者が認じられる例となっていた。モンゴル貴族の指定の多くが、宿営長の指揮下で宿営士の任務についてきたことから、歴代の宿営長経験者は、 帝国内のモンゴル貴族の動向に大きな影響を与えた。こうした事情によって、ムカリ国王家出身者で失脚や反乱を原因として中殺された事例は、他の章を後進の系統と比較して少なかったとされ、現状末期までその血統を保ち続けた。ありがとうございます。